はぁ、疲れたー。どうした？世界中のハズケでもしたのか？めっちゃピンポイントで当ててくんなよ能力者か。前回かなり世界樹完成みたいな雰囲気出してたけど、あの後根っこに装飾したり葉っぱ増やしたりしたよ。まあ無理やりいい感じみたいな雰囲気出してたけど葉っぱかなり少なかったもんな。そんなこと言わずに私のドアップのお尻見とけよ。はい、今ので10割ブラウザバック。厳しっ。とまあこんな感じで葉っぱ増量しときました。元のと比べると圧倒的に変わりましたね。こう見ると元のやつ何これ？葉っぱだけ食べられたブロッコリー？ちなみに根っこなんですが、本当はちゃんと明かりも装飾しようと思ったんですが、めんどいので松明になりました。ここまで頑張ってめんどくさくなるのくさ。そして実は前回さらっとエンドラ討伐したので、もう一つ強い刀が作れるんですよね。あれ前回エンドラの登場シーンあったっけ？ちょっとだけ出演してたじゃないですか。ごめん、あいつの影薄すぎて何も気づいてなかった。あれなんか悲しい雰囲気になって。とそういえば今の時間なら地下に行ってもバレないかな。こないだの日記帳もまだまだ気になるところあったもんな。あれあれ、ここから地下に行けたはずだよね。なんか入り口なくなってない？前回世界樹ずっと作ってたり、エンドに行ったりした時に入り口を塞がれた。ダメだね、完全に塞がれてる。待てよ、塞がれてるってことは誰かに気づかれたってのを気づいたんじゃないか。でもちゃんと日記帳も元に戻したから大丈夫なはずなんだけどな。っていうか手がかりが消えたのは相当まずくないか。めちゃめちゃまずいですよって言ったものの、どうしたらいいのかわかんないので、とりあえず次の刀の素材を集めに行きます。集めに行きたくないです。急にイヤイヤ期？だってさー、素材にエンドラの頭あったじゃん。うるせえ、さっさとエンドシップ行くぞ。ねえ、なんかフラフラしてたら不老者が近づいてきたんだけど。上は友を呼びすぎた。ってこいつ前回私が倒し損ねたやつじゃん。どうする、プレイヤー交代しとく？ぜひぜひそのまま倒しちゃっていただけると幸いです。ねえ、HP やばいし回復する隙もないんだけど、前回マリサこんな手こずってたっけ？おいおい、不老者で戦闘もできないとか次世代廃棄物かよ。普段聞かねえなその言葉。ねえ、ノリで言う BGM のままだけど、体力さっきからミリなんですが。あれ前回もっと楽に攻撃できてた気がするんだけどな。よーしよし、あと一撃で倒せるぞー。なんやねー。ねえ、死ぬ間際に暴れてから死ぬみたいなんだけど、こっちもかなりヤバいんですが。とりあえずその刀振り回してたらなんとかなるやろみたいなのやめろ。てかミュータント・エンダーマンの手が切り落とせちゃったけど、これどうすんの？うわ、なんかテレポートできた。倒した挙句ても切り落としたの。いや、なんかモンハンの素材感覚で。待って待って、なんか他のミュータント・エンダーマンに気づかれてない？ねえ、ミュータント・エンダーマンっていちいち長いからノッポッポでいい？別にいいけど、ネーミングセンスどうなってんので、今絶賛2匹のノッポッポに追いかけられてるので全力疾走で疾走します。んな。まあどんな強敵が相手でも、とりあえず高所取れれば負けはしないんで、まあ高所から落とされるなんて考えてもなかったですけどね。いやまだ大丈夫。さっきみたいにまた急いで登れれば問題なく回避できる。めっちゃギリギリでしたけど。そういう演出ですよ。演出にしては顔がちだったけどね。さっきの自分の顔見ておいで。とりあえずもうここからゲートウェイポータルまで行っちゃいますかー。めーはーめー。まあね、もうさすがにこいつの攻撃にも慣れちゃいましたよ。真っ暗でも意外と刀振り回してれば大丈夫なんですよ、カッコアラ。何は露天面。ということでエンドリ島までやってきました。さっき死んだので松明2700個ロストしたので、この1本で探索していきます。軽く言って異様ではなくない？そういえば離島にはノッポッポ湧かないんですかね？結構歩いてるんですが、別に遭遇しそうな気配ないんです。見つけました。とりあえず絡まれないように進んでいきたいんですが、急にめっちゃ湧いてね。いや、あいつなんか守ってるみたいでかっけえな。まあしょうがないので奈落に橋かけていきますか。落ちたりするわけではないんですがね。なんかムカつくから後で落としとこ。てかノッポッポから逃げてきたのに、今確認できるだけで2匹は見えてるんですが、ふえー、怖い怖い。とりあえず左から大回りしていこうと思った矢先に、もう一人こんにちはとエンドシティ見つけたんですが、シップないしノッポッポに追いかけられてます。うひゃー、やっと見つけたー。お、今度はちゃんとシップ付きじゃん。4個目だけどクスクス。何笑ってんだポンズ、鼻に詰めんぞ。いやー、刀あるとここもかなり楽ですね。楽なんです、楽なんですが、そろそろピンチです、助けてください。ということで、さっき取ってきた頭を使って、ヤマトの完成、多分強いです。もともと使ってた刀の2倍以上の攻撃力もあるので、ミュータント討伐もはかどりそうですね。できればミュータントとは関わりたくないけどな。いやーかっこいいですね。そもそも見た目も凝ってる上にモーションもすごいからな。国民栄誉賞狙いますかね？狙いませんね。こいつの名前なんだっけ？知らんけどピンクだし金太郎とかでいいんじゃね。よし、そろそろ行きますか。そうだな、地下の道が塞がれてるって言っても、地下丸ごと消えてるとは考えづらい。さっき思いついたことだが、おそらく地下はまだ存在してる。もう外も暗くなって誰も来なくなった今、とりあえず日記帳の中身だけでも確認しておきたいね。正直この世界の誰かがモンスターを活性化させてるなんて考えづらい。てかなんで斧使わねえんだよ。どうせ前回世界中にカットオール使ったのトラウマになって斧燃やしたの誰だよ。私だよ。あれ、思ったより早く地下に繋がったね。でも地下塞がれてるってことは日記帳ももうないかもだな。でも塞ぎ方も雑だったし、多分見つかってそんな時間経ってないんじゃないかな。なんでそんなキレキレなんだよ、少年探偵団かよ。隠れ探偵団だわ。勝手に作るな。よーし、さっさと日記読んで犯人ぶった切るぞ。物騒なのはともかく、私も犯人ぶった切りたい気持ちは同じだわ。とその前に一応入り口に蓋だけしとこ。いや、てかここで待って犯人捕まえるのもありなんだけどね。いや、お前相手はミュータントを作った相手だぞ。しかも変な薬も持ってそうだし、さすがに今退治するのはまずいって。こっちにもミュータントマリサ用意するしかないか。多分勝てる。まあとりあえず今日は日記だけ読んで帰りますか。どれどれ。私は絶対に奴らを許さない、爺さんを。そのために長年研究を重ねたこの液体で、モンスターたちを活性化させることに成功した。そうだな。
ケミカル X とでも名付けるか。このケミカル X は2分の1でモンスターを活性化させることができる。これであいつらを、絶対に殺してやる。うわぁ、物騒な話だな。お、まだ話に続きがあるみたいだぞ。はぁ、ここからは余談なんだが、最近妙な夢を見る。気づいたらよくわからない部屋にいて、生きるか死ぬかを選ばされるんだ。しかしいつもなぜか死ぬ方しか選べない。押すと目が覚めるんだよな。なんなんだろう、あれ。少し嫌な感じはする。でもまあ、ただの夢だもんな。なんて幸運なんだろうか。赤い巫女と金髪の少女が向こうからやってきたぞ。こっちから探しに行く手間が省けた。しかし、地下室はバレないだろうか。まさか向こうからやってくるなんて思ってもなかったから、地下室を隠す暇がなかったな。まあさすがにあいつらもまさか人の家を住処にしたりなんてしないだろ。まさかな。おかしい。あいつら全くやられる気配がない。それどころかミュータントを討伐し始めてるようだ。それに、最近モンスターたちが私の言うことを聞かなくなってる気がする。やはり研究を急ぎすぎたか。まあきっと、もうすぐ奴らも殺されるだろう。そういえば最近は、あの夢、見なくなったな。ほへー、何回のち狙われてね。何回のち狙われてたね。別兵も恨み買われるようなことしたの。ごめん、心当たりしかなくてどれかわかんない。でも命狙われるほどってよっぽどだぞ。まあとりあえず、猫ちゃん可愛い。いやそこじゃないだろ。霊夢ちゃんも可愛い。ぶっ飛ばすぞ。あの日記を見る感じ、誰かがモンスターをミュータント化してるのは間違いなさそうね。じゃあそいつを見つけてぶっ飛ばせば壁外も安全にはなるんだな。にしても私たちを倒すためによくここまでするわよね。争いなんか何も生まれないのにな。そうそう、ノッポッポから手に入ったこの手なんだけど、瞬間移動することができるんだよね。あいつって手の部分で瞬間移動してたの？いやーこれ結構便利ですよ。どれくらい便利かっていうとペットボトル開ける時のアイスくらい便利です。微妙。さらにですよ、ブロックを持ち上げて攻撃することもできます。攻撃力は高くないですが、ここにはロマンが詰まってます。右手に詰まるロマンよ。いやー移動も攻撃もできるとは、例えるなら近くのコンビニくらい便利ですね。急に便利になってて草。あとですね、実はスケルトンの装備フルで揃えることができました。そういえばチェストプレートは弓が速く打てるんだったな。レギンスとブーツは跳躍力、移動速度上昇が付与されます。頭は気持ち悪さが付与されます。壁内はもう安全じゃないみたいです。いやこれはかなりまずいですよ。壁の上にミュータントクリーパーが湧くこととかあるんだな。とりあえず急いで壁内から逃げて新しい土地を探します。探すのはやめてクリーパーをどうにかしましょう。賢明な判断だと思うぞ。まあ言うてもこっちには鍛え上げた刀がありますから。誰かマニュアル本持ってきて。ミュータント5体のマニュアル本はねえよ。